中東校をまたぐ白霊の再本、肝純色山岡先生の非新尺は、台湾台中市の四角区。新尺は、台中市中部のやや山寄りの地区に位置しており、台中市総面積の3.36%を占めて、市内第5位の面積を有す。区内の地形は南北に伸びており、地勢は大口径の水流に従い東南から、北西にかけて、折り傾斜を形成している。 東は大光景を隔てて、東西区及び和平区と、南西は太平区及び南投げ県国西京と、西は北田室区と、北は石岡区及び豊原区と接している。区内の東南部である京西、福京、中和地区は、海抜500から1000メートルの山岳地帯となっており、西部の根山、水井地区は、海抜520から620メートルの、 丘陵地帯となっている。年間平均気温は摂氏23度であり、冬は温暖で、夏は寒冷な気候は野菜や果物の栽培に適している。新尺は、漢人による入植が開始される以前は、平良保族の活動地域であり、白菜界平良保族の種族である、白木小日ろぎの居住地であった。1833年、関東より王、三筆上、 大港を経由して新社へと入植が開始された。下強年間に漢人が新社地区の原住民居住地に進出し、公益を始めた際に原住民集落を新版社と称し、それが新社と省略され現在の地名が誕生している。同行末年昇華地区には大満政党が太平天国に乗じて反乱を起こし、 台湾全島に混乱をきたした際に、沿海部の住民が山間部に避難し、その過程の中で新社での農地開発が促進され、現在の素型が完成したといえる。反乱平定後が、昇華圏福の地に派兵を行い、東税閣、石岡及び新社の3区が設置された。これが行政による新社地区の始まりである。日本統治時代には、東税閣に支所が設けられ、 本時は新社外省と称されるようになった。戦後は新社号と解消され、2010年12月25日に台中県市合併につき新社区となり、現在に至っている。現在でも関東系住民が多い地区となっており、台中市でも発火集落が多い地方として知られている。台中市立新社高級中学の聖志郎ラベンダー森林花園の場新社店。 ありがとうございます。